大変でしょ。自分の故郷に帰れるとなるとすごい楽しみでもあるけれど、やっぱり長くいた会津若松市と別れるのはちょっと寂しいです。学びは夢の森、頑張るぞ。いや、じゃあやがて大きな腹が尺、さあご案内いたしましょう。ここは夢の森。元気もらってなんか今日は涙ばっかり出ます。寂しくて逆に私たちが感謝したいくらいです。ありがとうっていう思いを乗せて言葉や動きに出して表現できたのですごく嬉しいです。演劇で会津の人を元気にできたんじゃないかなと思います。演劇とかまたやったりとかして行きたいです。